駅舎内部上下線ホームと線路が撤去された、急上りホーム地滑り対策工事地滑り、対策工事地滑り対策工事場。古沢駅は、和歌山県伊東郡久動山町大和上古沢にある、南海電気鉄道高野線の駅。標高230メートル。駅番号は NK83。一面一線のホームを持つ、地平駅である。ホーム有効長は2、扉車4両。 山岳を経由しているため、ホームは、傾斜面上にある。2017年の台風21号の影響で、当駅構内で、同床流出、さらには、駅西側斜面で、地滑りが発生し、高野下駅、極楽共駅間が普通となった。その後2018年3月31日から、運転を再開したが、交換設備は、隣の下古沢駅に移設され、 従来の高野山方面ホームに上下列車を発着させる形で、当駅の交換設備は廃止となった。旧南波方面ホームの線路並びに安全側線は撤去され、ホーム内も立ち入り禁止の鎖がされている。駅舎は旧南波方面ホームの高野山駅よりにあり、現在の上下線ホームへは、校内踏切で連絡している。終日駅係員無配置のため自動券売機はなく、 乗車駅証明書発行機及び遠隔対応装置が設置されている。自動改札機は近隣駅と同じく IC カード対応のものが設置されている。トイレがある。なお、前述の地滑りについては南海電鉄が和歌山県などと共同で2018年11月現在も対策工事を施行中である。実際には校内に蒸気の乗り場番号表記はないが、 スマートフォン向けアプリ、南海アプリでは、現在使用しているホームを1番乗り場と扱っている。使用を停止している2番乗り場が、駅舎側のホームである。2019年度の1日平均乗降人員は14人で、南海の駅では99位である。ありがとうございます。